はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウイレ2019の最新情報についてお伝えしていきたいなと思います。まずはですね、ウイレアプリあるあるからいきましょう。今日のあるあるはこちら、赤ずきんアットウイレ赤さん、毎回シムだけやる気が出ないということで、まあこれね、シムやる気出る人いたら逆にちょっと知りたいなという感じなんですけど、自分で操作するのが好きな人だとね、シム結構ちょっと疲れちゃいますよね。はい、なのですごく気持ちわかるなと思いました。まあでもね、あのチャレンジイベントのシムとかだったらぶっちゃけ報酬もそんなに良くないので、実際スルーでもいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで選手能力クイズいきましょう。今日はこちらの選手、はい、こちらの選手はまあ割と分かりやすい方かな。難易度で言うと多分星4ぐらいだと思うんですけど、まあヒント出すとすれば、まあ野獣のようなね、強靭の体を持ちながらスピードも合わせ持つ、かなり万能な選手になるかなと思いますので、ぜひ予想してみてください。ちなみにですね、今回から動画の最後と概要欄にも答え書いてありますので、動画飛ばさずにね、答えだけ確認したいって方はぜひ概要欄から見てみてください。はい、ということで本編のですね、動画の方行ってみたいなと思うんですけど、今日はね、まあ8月10日ということで、やっぱより一層ね、気合い入れてやっていきたいなと思ってます。おそらく日本投稿できると思いますので、ぜひ期待して待っててください。で、今回先ほども話したように2019のですね、あの最新情報をお伝えしていくんですけど、まあ8月8日のね、ウイレ2019の体験版が出てきたということで、今チーム別に改めて総合値と能力上昇を徹底的に比較している状態なんですけど、昨日リバプール出して、今日はですね、バルセロナの選手たちまとめてまいりました。で、バルセロナはね、本当に人数が多かった。めちゃくちゃ調べたい選手がいて、追加で結構調査したりもしたんですけど、結構人数いるので、一人一人の説明はそんなに細かくはせず、パパパッと進めていきたいなと思います。なので、気になる選手いたらね、一回ストップしてもらって、各自でじっくり見ていただくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ確認してみてください。他のチームもガシガシまとめていきますので、ぜひあの最新情報知りたいって方は、あのチャンネル登録とかしていただくと嬉しいなと思います。はい、ではですね、早速いってみましょう。まずはこの選手、はい、まずはですね、スアレス選手になります。で、スアレスはね、もうね、弱体化っていうのはだいぶ皆さん知ってる事実だと思うんですけど、改めてまとめてみるとこんな感じになってしまいました。あ、ちなみになんですけど、今回から適正ポジションというのを入れてて、こちら本適正のみなんですけど、適正ポジション並べるようにしてるので、この辺の変化もね、見ていただけるようになりました。ちょっとずつレベルアップしてますので、ぜひあのまたなんかご意見あればぜひコメント欄に書いていただければなと思います。はい、まあそんな感じですね。なので、まあスアレスに関してはね、今結構ガチスカで採用してる人も多いと思うんですけど、まあ採用率は結構減ってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じです。では次行きましょう。はい、次はですね、メッシ選手。メッシ選手はね、あの能力だけ見るとあんまり変わってないんですけど、登録ポジションとか適正ポジションとかちゃんと調べてみると結構変わってました。で、登録がですね、今ライトウィングになってるんですけど、セカンドトップ登録にやっぱりなってましたね。はい、 ST 登録になってて、適正ポジションがですね、今まで ST、 ライトウィング、 OMF のみだったんですけど、そこにセンターフォワードも追加されてました。これ結構いいかもしれないですね。 CF にするとチームスピリット下がってしまってたのが、今後下がらなくなるということで、良さげな感じですね。はい、まあ CF にするとチャンスメーカー発動しないので、ちょっとどうかなっていうところではあるんですけど、まあいろんな起用法を試せるっていう意味では、これはいいニュースなんじゃないかなと思いました。はい、スキルはこんな感じの変化です。では次行ってみましょう。はい、次はですね、コーチーノ選手。コーチーノ選手は今まで分かってる情報の中だとかなり強くなってる方かな。まあカンテとかもいますけど、結構強くなってる選手、トップ層に入ってくる選手かなと思います。で、新しい情報で言うと、プレイスタイルが2列目からの飛び出しからチャンスメーカーになってるっていうところと、あと適正ポジションね、レフトウィング、ライトウィング、OMF しかできなかったのが、実は両サイドハーフできるようになってました。いやー、この能力値アップはやりますね。ということで、いやー、なかなかいいんじゃないかなと思いました。使う人結構増えると思いますね。はい、では次行きましょう。はい、次はですね、イニエスタ選手。イニエスタ選手はまあ特にないかな。前回補足したところから大きな変化はないので、まあスキルも追加されて、まあビッセル神戸来て、搭載自体どうなのって話はあるんですけど、個人的にはまだ搭載、まあ前も話しましたけど、個人的にはアプリ版にもまだ搭載されるんじゃないかなという予想です。はい、では次行きましょう。はい、次はですね、ラキティッチ選手。ラキティッチ選手もまああんまないかな。新情報は特になくて、そこまで大きく変化なしなんですけど、やっぱ高安がね、5から6に上がったっていうのは、総合値1上がる分ぐらいの価値ある上昇だと思うので、ここは結構良くなったかなという感じですね。はい、スキルとか、適正ポジション、ドロップポジションに関しては特に変わってないです。はい、では次行きましょう。はい、次はですね、ブスケツ選手。ブスケツ選手に関しても特に変わってないですよね。まあ瞬発力がマイナス4ですけど、ボルコンドリブルあたりが上がってるので、まあこの辺プラマイゼロで、引き続きね、 DMF としてかなり優秀かなと思いますね。で、新スキルでインターセプトっていうのもついたので、この
辺がねどのぐらい相性いいかなんですけど、まあ、間違いなくブスケツと相性いいと思うので楽しみな選手の一人になってくるかなと思います。はい、では次行きましょう。次はですねピケ選手。まあピケ選手はねやっぱ強くなってますよね。はい、かなり良くなってると思います。でヘディングディフェンスセンスボールダッシュ、この辺もかなり高まってて、ディフェンスセンスボールダッシュ両方90乗ってますね。はい、まあ他にはないかな。コーン8がやっぱすごすぎるんで強すぎって感じですね。はい、あとスキルインターセプトが追加されてますと。はい、では次行きましょう。はい、次はですねウンティティ選手は、プレイスタイルね僕前回ねなしって言ってたはずなんですけど、実はビルドアップついてました。はい、体験版よく見たらビルドアップついてて、あとはね前も話しましたけどやっぱマンマークがついてるのと能力値が結構アップしてるので割といいんじゃないですかね。はい、まあ総合値もね86ということで、クローンの中ではそこまで高くないんですけど、まあまあまあ悪くない選手になってるかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですねセルジーロベルト選手ですね。まあ相変わらずの適正の広さだなというところで、適正増えてはないんですけど、引き続きですね DMF、CMF、OMF、ライトミッドフィルダー、ライトサイドバック、この辺ができますと。でまあやっぱね懇願も6ということで悪くないので、サブにね1人いると結構いいと思うんですよね。セルジロベルトみたいな選手割と懇願も良くて適正ポジションが広いと、まあ1人で複数の範囲カバーできる選手になるので、まあ総合値も低いんでね、チームパワー低いスカットのサブ、スーパーサブ的な選手として割と役に立つんじゃないかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですね、まあ金から黒昇格の、アルバ選手になるんですけど、まあ個人的にはねいろいろ今新しい情報出てますけど、黒昇格の中だと一番微妙な黒昇格かな。正直これだったら金の最強の方が良かったっていう感じなんですけど、はい、まあボルコングランダーパス、フライパスが地味に上がって、スキルがワンタッチパスついて、まあまあ、全然いいんですけどね、まあ今までがね実際黒レベルだったっていう風に捉えるのが正しいんですかね。はい、僕結構あれは愛用してるので、まあでもいっか、まあまあまあ黒になったら見栄えは良くなるのでいいかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですね手足低減選手。まあ手足低減もこれはかなり最近発表したので特にないですね。はい、高弾道パントキックがついたりとか、低弾道と高弾道どうやって使い分けるねんっていうのはあるんですけど、まあアプリ版にはねそもそも高弾道パントキックっていう制度が来るかどうかもまだわかんないので、その辺のね新スキルのねアプリ版の告知もすごく楽しみですよね。はい、では次行きましょう。はい、次はですねこれおそらく新情報かな、今まで紹介したことなかったと思うんですけど、パコアルカセル選手。はい、パコアルカセルはね能力はまあプラマイゼロぐらいかな。ボディコンが大きく下がってる代わりにボールダッシュ、ボディバラ、オフェンスセンス、ドリブル、この辺が上がってますね。まあ能力はそこまでかな。まあなんですけどスキルにねワンシューがついて、ワンタッチシュートがついてるので、ここはすごくいいと思います。はい、なんかねパコアルカセルって聞くとパコアルカセルを走らせるみたいなツイートをしてた人が前いて、それを思い出して毎回ちょっとねクスッと笑ってしまうんですよね。まあ多分ほとんどの皆さんがこのパコアルカセルで下ネタを僕はぶっ込むんじゃないかと思ったんですけど、あえてここは言わないスタイルで言っていきたいなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですねデニス・スアレス選手ですね。これも新情報だと思います。でデニス・スアレスに関しては、総合値はステイですね。一応ギリギリ金の80ステイなんですけど、まあ能力は下がったパターンですかね。はい、オフェンスセンス、ボルコン、ドリブル、この辺が下がっちゃってるのと、あとスキルにねマリーシアがなくなってるということで、まあスピードプラ1じゃちょっと足りないぐらいは下がっちゃってるので、実際は弱体化してるかなっていう印象ですね。はい、まあね今後、まあそうですね、ちょっと使う機会難しそうだなという印象です。はい、では次行きましょう。はい、次はですねアンドレ・ゴメス選手ですね。アンドレ・ゴメス選手は上下いろいろあったりはするんですけど、どれもプラマイ 1,2 ぐらいなのでそこまで大きく影響ないかな。はい、まあ、スキルにライジングシュートが追加されてたりとか、プレイスタイルがね、ナンバー10からチャンスメーカーに変わってたりするので、結構使用感とか使うシーンは変わってくるかなとは思うんですけど、能力的にはそこまで変わってないっていうのが実際のところかなと思います。はい。まあね、もうちょっと能力上げられなくてゴメスって感じですかね。はい。結構つまんないですね。はい、では次行きましょう。はい、次はですねディーニュ選手。こちら金から銀に降格している選手になります。で改めて能力見てたんですけど、まあ能力はやっぱ下がっちゃってますよね。はい、キック力マイナス6とか、その他割と重要な能力がマイナス1ぐらいですかね。はい、全体的にされてるかなと思うんですけど、まあ今回ね銀の最強の79になったということで、意外と銀スカのレフトサイドバック候補とかどうなんですかね。意外とありなんじゃないかなって僕思ったんですけど、まあ今後も一応5あるし、はい、能力もねそんな悪くない、バランスがすごくいいので、
意外とありなんじゃないかなってちょっと押したいなと思います。はい、ギンスカのレフトサイドバックですね。はい、では次行きましょう。はい、次はですねサブゴールキーパーのシレッセン選手になります。でシレッセン選手に関しては能力全く変わらずですね、ここまで変わらないのはトリッソ、トリッソもほとんど変わってなかったですけど、そんな感じで、全く変わらずに、まあ、しれっとね、スキルとプレースタイルが追加されてると。攻撃的ゴールキーパーって結構賛否あるんですけど、僕は割と好きなプレースタイルなのでいいかな。はい、あと後段のパントキックもね、追加されてスキルあるよりない方が絶対いいので、いいんじゃないかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですね実は銀の選手なんですけど、僕もかなり初期から愛用しているアレイシ・ビダル選手、この選手はやっぱ紹介しておきたいなと思ったので、調査してきました。で、能力に関しては確かに結構下がってはいるんですけど、僕的にはまだ普通に強いなって印象ですね。総合値も79から78に下がってて、能力も下がってるんですけど、やっぱねこの適性の広さ、両ウィング両サイドハーフライトサイドバックできながら、一応登録ポジションがディフェンスで、さらにスーパーサブ引き続き持ってるんですよね。なので、一応スピシュンはねまだ90弱あったりとか、ボルコンドリブルも80超えてたりするので、個人的には全然強いなと思いますけどね。はい、まあスーパーサブ枠プラスいろんなポジションをカバーできるサブとしても考えられるので、1人ね2役もしくは3役ぐらいできる選手だとは思ってるので、引き続き全然強いかなっていう印象です。はい、もちろん下がらなければベストだったんですけど、まあそこまで悲観することはないかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですねフェルメーレン選手ですね。こちら銀から金に昇格してます。はい、79から80で昇格していて、僕ねかなり初期から使ってて、今でもね持ってるかな。はい、持ってたはずですね。173かなんかを持ってるんですけど、割と強くなってて感動してますね。はい、まあボールダッシュがねプラス7されて83になってたりとか、スタミナがねプラス8されて、76になってたりとか、普通に良くなってますよね。あとは、フェルメーレンっていうともね、コンアンがちょっとヤバすぎて、コンアン3って状態だったんですけど、これも5になってね、いい感じですよね。ヘッダーマンマークももともと持ってますし、はい、あの僕としてはなんかすごい嬉しいですね。こういう初期の選手がね強くなってくっていうのもやっぱウィレの醍醐味になるんじゃないかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですねセメド選手、ネウソンセメド選手になります。でこちらも前紹介したんですけど、まあ弱体化しちゃってるかな。総合値ステイなんですけど、キック力とかあとボリバラとか大きく下がったりとか、あとコンアンね、せっかく7あったんですけどこれが6に下がっちゃったりしてるので、まあ正直弱体化してると言えるんじゃないかなと思ってしまいますね。はい、セメド選手こんな感じになります。では次行きましょう。はい、次はですね金から黒昇格、ちょっと順番おかしいんですけど、ここでパウリーニョ選手になります。でパウリーニョはこの前紹介した時に結構コメ欄でね賛否両論ありましたね。で僕もそれ含めてもう一回考えてみたんですけど、まあ言うてもやっぱこの安定感はすごすぎと思いましたね。はい、でまああのこの安定感、バランスの良さっていうのは引き続きすごいですよ。はい、やっぱ75以下の能力ないですし、これねあの色つけてかなり見やすくなったんですけど、75以下の能力全くないのと、あのスキルも付与されてて、あと適正ポジションがね OMF も追加されてたんですよね。はい、こんな感じでミッドフィルダー系はサイド以外は全部できるようになってたので、まあ後半もね本当は8だったらもちろんベストですけど、7でも十分高い方では間違いなくあるので、まあこの辺はね能力上がった分しょうがないかなと思えば全然強い選手かなと思います。はい、では次行きましょう。はい、次はですねデンベレ選手ですね。デンベレ選手は実は能力は前から出てたんですけど、適正ポジションと登録ポジションを調べてみたら、登録がですねレフトウィングからライトウィングに変わってました。そして、適正ポジションがですね今までのレフトウィング、ライトウィング、 OMF に加えて、ライトミッドフィルダーですね、右のサイドハーフが追加されてましたね。なので結構適正広くなってますし、まあ何よりデンベレってまだまだ若い選手なので、これからガツガツ伸びることに期待していきたいなと思ってました。はい、ではですね次最後いきましょう。結構早口だったんですけど最後になります。で最後はですねジェリー・ミナー選手ですね。はい、ジェリー・ミナーに関してはまあ一応ね1個総合値上がって銀から金になったんですけど、ボディコンが大きく落ちてて後半も下がってるということで、まあ正直ねこれは使いにくくなっちゃったかなって感じですね。前の能力のまま銀最強の方が個人的には良かったかなっていうわがままを言いたいかなと思います。はい、ということで、こんな感じですかね。かなり今回は、一人一人サクッと紹介していったので、まあその辺ね最初にも話したんですけど、皆さん止まって見ていただいて、細かく見て皆さんの中でも何か新しい発見あったらコメントいただけると嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 。